らに蛇の嫌うという金毛の者、鉄の垣根を巡らせ、ここにも鋭い刃を潜ませていたのである。若者は影だ。駆け巡るごとに若者の体は傷ついている。刃は若者の体を容赦なく切り裂く。若者は駆けで全身傷つきながら、黒姫を売るために苦しさをこらえうめきながら、駆け続け駆け続け、そして駆け通した。それを見て取った政盛は家来に命じた。槍を、槍を持て。差し出す槍を奪うようにして掴むと、長槍をぐいと脇に引き絞り、突き出す槍に力を込めた。とその時、天を真っ二つに引き裂いて稲妻が走った。風が湧き起こり、空は見る間にかき曇った。若者の姿は消え失せ、真っ黒な空の雲間からは怒りに燃えた黒竜の目が